皆さんこんにちは、せいかです。今日は私の夏のリアルな1週間コーデを日常とともに Vlog でお届けしていきたいなと思います。はい、全部ね支度が終わったら最後にその日の気分によってお気に入りの香水を選んでいきます。今日はこのねセリーヌの香水をチョイスしてみました。うちはね犬がいるのでリビングでね香水つけちゃうと匂いがねきつくてかわいそうかなと思うので、いつもねマメニャンが来ないトイレの中にこもって香水をつけて外に出ます。みそいめにだ正解みだガリガリです。今日は、はい、ガリガリとせいかちゃんでリルズに朝食を食べに行きたいと思います。行ってきます。やばやば、同じ画角にいるの受け初めてはい、そんな日のコーディネートはエブリスのセットアップをチョイスしてみました。色味がクリーム色でね優しくてとってもお気に入りです。全体的にちょっとねシンプルだったので足元にゼブラ柄のサンダルを合わせました。でその色味に合わせてバッグも黒で統一してみました。デザインはねすごいシンプルなんですけど上品な感じでとってもお気に入りです。どうやって食べよう緊張するんですけど美味しそう、やば、いただきます。子供だから、行けちゃってほしい。うん、美味しい。ありがとうございます。来たよ、うまいね。卵プルプル、うん、お金持ちになったね、気分ね、わかる。みかちゃん、これお買い上げ。茶色みかちゃん、お買い上げ。はい、ありがとうございます。靴ずれ、えぐ今日のファッションのポイントはこちらです。ロフトで買った20枚入りのバトコです。私これ買おうっと。はい、イエーイ。久しぶり。今日はママとイモちゃんと合流してちょっとカフェでランチします。この日は1日オフだったのでゆるゆるな服装をしています。なんですけどさっきデータ見たらこの日の全身の素材がなくって、1週間コーデ紹介するって初っ端から言ってたのに本当にごめんなさい。でこの日着てるワンピースはこの前あの動画で紹介したユニクロとマメクロウォーチのコラボのパッド付きのワンピースを着ています。足元はナイキのスニーカーを合わせました。なんでないんだろう、すごい不思議。いもちゃまの私服です。オールブラックです。そのスカートグレールでしょランチしよう。おいしい、生き返る。これアイスティー、あ、違う、ダージリン。アルグレイだよ。アルグレイだ、たまに分かんなくて。で念願のねマスクスプレーを購入しました。なんだっけな、ジャスミンの香り、いや嘘だな、金木犀とかそういう柑橘系な香りを選びました。すごいねマスクの中がリフレッシュして、マスクスプレーもっと早く買っとけばよかったなって思いました。めっちゃスッキリする。良い、どう、本当だ、良くない、うん、なんか生き返るよ、生き返る。何これすいません。今から狼少年の収録に行ってきます。初めて寝るから緊張する。でも始まるとあっという間なんだでも今日は同じ事務所のくまちゃんと一緒だから心強い。今日は真っ白です。
疲れ様でした。緊張した。あ、ね、くまちゃん映ってる。何でしょう、 YouTube で。あ、YouTube。 くまちゃんと一緒でした。9月3日見てね。見てください。はい、もう着替えて帰ります。そんなね、収録のあった日の私服はこんな感じです。久々にねデニムをね履いてみたんですけど、トップスはね T シャツでちょっとね短めなクロップド丈を合わせました。バッグはね大きめなディオールのちょっとね柄があるものを合わせて、まあ、全体的にシンプルすぎないようにコーディネートを組みました。で、足元はみそちゃんと一緒に買いに行ったチャールズ&キースのヒールを合わせて、少しね女性らしいポイントもプラスしました。で、アクセなんですけど、このねゴールドの華奢なものをつけました。最近ねちょっとこういう華奢なねイヤリングが私の中でブームが来てるので、とってもお気に入りです。で、マスクも洋服のトーンに合わせてグレーを今日はつけました。お疲れ様でした。今日は一日収録をしてお家に帰ります。面白かった。面白かった、ね、笑いすぎた。笑いすぎたよね。あれが面白いよね、うん、インスタかなんかで言うので皆さんお楽しみに。今日はこんな感じでした。また明日。はい、今日はビビの撮影ですね。メイクもし終わって撮ってますね。パシャ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 。で、今日の企画はユニクロの新作アイテム、冬服、秋冬のお洋服で絶対買った方がいいっていう企画を撮影してました。ユニクロの、ね、洋服とっても可愛かったので、早くね冬服着たいなって思いますね。おはよう。おはようございます。今日はエリカちゃんと一緒です。エリカさんと一緒です。お願いします。いつもわちゃわちゃしてますね。いつもいろんなことを喋るよね。え、いろんなことってどんなこと？ちょっとここじゃ言えないですけど。あの、あれ入れてください。うん、オッケー。あの音好きです。ピーってやつ。オッケーオッケー。ちょっとあのモザイクとか。あ、オッケーオッケー。ここら辺に入れとくね。今多分入ってる。今入ってる。お願いします。はい、そんな日のコーデはこんな感じです。やっぱりね、ビビの撮影行くともうおしゃれな方が、ね、いっぱいいるので、毎回ねその日何着ていこうかなって結構迷うんですよね。で、この日のコーデのポイントは、まああんまりね着ないベストだったりとか、ブルーのサンダルがね主役になってます。で、あのトップスもちょっとだけねちっちゃいロゴが入ってるのもなんかさりげなくてとってもお気に入りです。ちょっとねモードな感じにしてみました。おはようございます。今日は江ノ沢と待ち合わせしてランデブーの展示会に行きたいと思います。江ノ沢に会うの久々だな。ランデブーの展示会とっても楽しみです。あ、こんにちは。びっくりした。すみません、エナサーと展示会に行きます。やっほー、これね、かわいい。せいかちゃんです。せいかちゃん、こんにちは。せいかちゃん、こんにちは。こんなことある？ないないない。ダブルせいかです。あ、すごい、インカメにもできる。え、めっちゃかわいいんだけど。え、量えぐくない？量えぐい。すごいよね。めっちゃ可愛くない？形綺麗。このタラーンってなってる。タラーンって。どっちが可愛い？うん、迷ってます。何色のコート買うことが多いの？割と黒持ってない。おー、キャメルかグレーか。明るめ。え、Nサーじゃない？これこれ Nサーでしょ。まあ似合う。切れそうじゃない？え、めっちゃ可愛い。それなんかマフラーでもいいんだって。そういうこと？うん、そうそう、よく考えますな。よく考えます。すごいね。3人ここ同い年だよ。確かに。
なんか 見えないというか何が何だか分かんないみたいな確かにちょっと年齢不詳なとこあるよ。え、かわいいよ。え、黒だと思うよ。ブラックで、うん、決まりました、うん、決まりました。全部かわいいね。あ、でもこれにしよっかな。これ、この紫。はい、紫。夏って感じ。今日はこのね、エブリスの背中が開いているデザイン性たっぷりなシャツを着ていきたいと思って、今日はね、このシャツがメインなコーデになってます。で、背中が開いているので、あのインナーを仕込ませてあげました。で、このインナーもめちゃくちゃ可愛くって、紐がね、結構細身になっているので見えても可愛いみたいな感じでお気に入りですね。で、あとはバッグがね、水色ですっごい可愛いですよね。編み編みなバッグで夏らしくて爽やかで、すごいお気に入りです。はい、展示会の後は一人でね、東京リベンジャーズを見に行きました。漫画がすごい好きで、ビビでも4000頭身の方と一緒に対談したんですけど、もうそれぐらい本当に面白いんですよ。で、周りの女の子で見てる子はあまりなくって、なので一人で初一人映画をしましたね。で、私はやっぱりね、三ツ矢、漫画を見てる時は三ツ矢がすごい好きだなと思ったんですけど、映画を見た時にドラケン超かっこいいなって思いました。本当にね、完成度が高くて、続編もすごい気になりますね。ちなみに皆さんは東京リベンジャーズ誰推しですか？ぜひコメントで教えてください。ママ、ママちょっとエステ行ってきてもいい？すぐ帰ってくるよ。待って。あ、かわいい。何、どこ見てんの？うちのマメには可愛くないですか？親バカです。ちょっと行ってくる。すぐ帰ってくるか待ってて。はい、この日は1日お休みだったので、家でね、少しゆっくりしてからトットっていう美容エステサロンに行きました。で、その日のコーディネートはこんな感じなんですけど、そうだ、一人で撮んなきゃと思って、ちょっとね、あの小道っていうんですか、小道のところに入って携帯を立てて一人でね、そそくさ撮ってます。もうこの時誰も人来ませんようにってこう思いながら、こんな感じでキメキメで撮ってます。これ見られたらマジ恥ずかしい。というわけで、今日のね、洋服はこのね、帽子がめちゃくちゃ可愛いんですよ。プラダのあのバケットハットで、これね、いつもお世話になっている知り合いの方からお誕生日プレゼントでいただいたんですよね。もう今日はこの帽子をメインに洋服を組んでみました。まあ、全体的にあのブラウンとか黒、少しね、暗めなトーンにしてみました。で、バッグも帽子とブランドを合わせて、プラダのバッグを合わせました。で、足元はナイキのエアフォースです。はい、おはようございます。今日はスイートリベンジのドラマの撮影です。一日ね、今日とっても長いので、お気に入りのお菓子を選んで現場に向かいたいと思います。気抜けてた今完全。はい、では皆さん、ゆく役、桑田聖夏さん、おらくみなさん、本当に暑い中撮影本当にお疲れ様でした。放送とっても楽しみにしてます。皆さん本当にありがとうございました、はい、そして桃もらった、めっちゃ美味しそう。12時20分なので帰ります。そんな日のコーデはこんな感じです。もうね、脱ぎ着しやすい、あと着てて楽っていうのがね、今日のテーマだったので、ワンピースを合わせました。で、ワンピースもね、そうだ、ブルーだわ。やっぱ私の中でブルーが着てますね。足元もバレンシアガのダットスニーカー、
もうちょっとねブルーが入っているので全体的にねちょっと色味を合わせたコーディネートになってます。でバッグもね色味優しめな方がいいかなと思ったので台本も入るしちょっと大きめな白のバッグを合わせてみました。はい、こんな感じで私の夏のリアルな1週間コーデをご紹介させていただきました。本当にね夏暑いので少しでもね皆さんの私服の参考になれば嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。